親愛なる友人へ。エール。栄冠は君に輝くが完成しました。心を開いた久し。彼の心を絶対に諦めない思いでこじ開けた雄一。友を心配する雄一の思いを受け止めた久しは復活しました。本当に良かったですね。大切な友だから見捨てない。大切な友だから同情されたくない。大切な友だから諦めない。大切な友だから心配させたくない。大切な友だから。二人は、鉄男も含めて三人はとても大切な親友同士です。この関係はずっと続く。年をとっておじいさんになって、誰かが先に人生の終わりが来てもずっと続く。第21週夢の続きに。第101話のお話は、音の声楽教師ベル・トーマス・羽生からいよいよラッポエームのオーディションがあることを聞かされる。音は雄一からも背中を押され挑戦することに。オーディションに向けてレッスンを始めました。もともと努力家の彼女はベル・トーマス・羽生のレッスンに加えて、自宅に帰ってからも自主練習を重ね、一次審査に合格することができました。音の一次審査の合格の祝いを喫茶バンブーで開いていると、思いがけない来客がありました。久しと藤丸です。そこで久しの話に皆驚かされることになります。第101話はこのようなお話になるようです。サブタイトルの通り、昔音が雄一に預けた夢の続きが動き出すようですね。音が大きな舞台で大勢の観客の前で歌う、彼女の叶えられなかった大きな夢、その夢に向かっていよいよ動き出すようです。戦争があって、久しの問題があって、やっと雄一が落ち着いて、花ちゃんが成長して、音は自分のことに全力で取り組むことができそうです。そして一次審査を通過して、祝いの場での久しの話でしょうか、発表、藤丸とはやはり結ばれる。実際モデルとなった伊藤久男さんは芸者さんと結婚されています。まあ藤丸は芸者ではなく下駄屋の娘だったのですが、それでも久しは藤丸と結ばれてほしいですよね。あんなに心配して悲しんで泣いて、とても久しのことを思っている女性は藤丸だけでしょう。もしも久しが他の女性と結婚でもしたら、これまで主張してきた方はとても怒ると思います。当然このドラドラチャンネルも怒ります。まあ結婚しても久しのことなので、もちろん浮気はするでしょう。何度もそこは期待していませんが、それでも藤丸と結ばれて彼女の思いが成就してくれたらいいですね。第100話のお話は、久しが握り飯を食べているところに、雄一が栄冠は君に輝くの譜面を持ってくるところから始まりました。久し、服がきれいになっていますね。夜更けの街のレコードを出して、多少はお金が入ったのでしょう。まああの汚らしい格好はひどすぎましたから。大会本部に
久志の名前を推薦しておいたという雄一に、なんで勝手にそんなことするの？という久志、とても迷惑そうです。ほんとしつこいね、と。雄一は絶対に久志を諦めない。諦めるつもりは全くないようです。笑いながら、そうだね、と。譜面を受け取らない久志の足元に置いていきました。笑いながら、ほぼ強制です。だけど久志は断るために小山家にやってきました。びっくりする花ちゃん。幼い頃に会った以来なんでしょう。雄一が不在で音に譜面を返すと、彼女は歌わないってことですか？と。同情されたくない。別に僕じゃなくてもいいでしょう。あんな貧しいみすぼらしい生活よりも、雄一や知り合いに同情される方が嫌なようです。久志のちっちゃいプライドでしょうか。少し前にも同じようなことがありましたね。智彦さん。彼も以前は軍のある程度偉い人だったという本人からすれば誇らしいことかもしれませんが、他人から見ればちっちゃいプライドをいつまでも引きずっているようにしか見えなかったですね。しかし、それを捨て去った時、かけがえのない幸せを手に入れていますよね。久志もそんなものなのでしょうか。戦時歌謡を歌い、敗戦で苦しんでいる以外に、以前はお金持ちで音楽学校のプリンスと呼ばれ、歌が上手くて、そんなちっちゃなプライドを引きずっているのでしょうか。音は雄一がどれだけ久志のために頑張ってきたのか、頭を下げたのか話をしました。久志は黙って聞いています。音は、羨ましかった。雄一さんは久志さんのことを心底信頼している。同情なんかじゃありません。雄一さんは久志さんの歌が好きなんです。久志の顔は少し驚いたような、息を呑むような、何とも言えない表情をしていましたね。雄一から直接彼の思っていることを聞くよりも、音から聞かされる方が久志の心に入ってくるでしょう。そんな時、雄一が帰ってくると、久志はどこか申し訳なさそうな感じでしたね。音の話したことが、久志にはとても伝わったのでしょう。雄一に申し訳ない気持ち。だけど彼は、こんな希望に満ち溢れた歌、今の僕には歌えない、と言うと、雄一は甲子園に行こうと。そして甲子園では実際に、栄冠は君に輝くを作詞した加賀大輔さんのことを久志に話していましたね。右足を切断した加賀さんは絶望を経験し、同じく絶望を経験した久志だからこそ歌える。その絶望の原因を作ったのは僕だ。本当にすまなかった。僕もどん底まで落ちた。頑張った人に、応援している人みんなにエールを送ろうよ。と。久志は野球のマウンドに立って、栄冠は君に輝くを歌い出しました。とても力強く。彼は何度も何度も覚えるまで、雄一から預かった譜面を見たのでしょう。雄一の思いに応えるために、とても葛藤していたのでしょうね。そして、久志の歌声は、ラジオを通して、日本全国に届くようになりました。彼はどん底から這い上がりました。長崎の永田医師が言っていたように、雄一も久志も戦時中も戦後もやることは結局同じなんですよね。たくさんの人にエールを送る。
頑張っている人を応援する。久しもそれに気づいたのかもしれません。ただ時代の移り変わりが激しかっただけ。やっていることは同じ。久しと雄一、とても素晴らしい音楽家だと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。